岡山大学医学部に編入して、脳神経内科医でしたっけになりたいと言っていた32歳の薬剤師の方がどうなったんだ、トイフルの方ですね、はい、結果をいよいよ伝える時が来たなと思っております。はい、ハローで始まりました、マテツチャンネルです。さあ今回はまあね、自分への宿題というか、それをまあちゃんとやっておかなきゃいけないなというですね、話さなきゃいけないということで、はい、受験生はタイガーファンディングに出てくれたですね、薬剤師の方ですよね、岡山大学に医学部ですね、岡山大学医学部に編入して、そして脳神経内科医でしたっけになりたいと言っていた32歳の薬剤師の方がどうなったんだっていうので、まあコメントがよく来るわけですね、未だに。でどうなったのか教えてくださいっていう風に来るんですが、まあ自分自身がまあ、ね、あの企画から外れていたので、なかなか話す機会はなくて、戻ってきたら話すっていうのはまあ考えてたんですけど、まあ松原さんと一緒にみたいな話もで実は出てたんですけど、まあ松原さん自体がいなくなっているので、ちょっと早いところじゃあ話してしまおうと思います。まあ向こうのチャンネルにもね、ずっと来るのも迷惑だし、うちのチャンネルにもね、ずっと来てる状況なので、はい、まあ僕がも話すしかないと思うので話しておきたいと思います。まあ、ちょっとね忘れてしまった方もいるかもしれないですけど、まあポイフルじゃない、トイフルの方ですね、はい、トフルをトイフルって呼んでて突っ込まれるですね、トイック、トエイックじゃねえって言った、はい、あの方なんですけども、結果をいよいよ伝える時が来たなと思っております。もう実際どうなってたかっていうと、結論自体はまあ伝説の男中山蓮人の2回目のですね出場ですね、受験生のタイガーファンディングに出るあそこの前にはもう決まってました。はい、どういう形になったかっていうのですが、54万円でしたっけ、そうですね、54万円で受験の費用という形で、まあ僕の添削だったりなんだりを受けれるみたいな形だったんですが、まあ結論から言っちゃいましたね、はい、彼は諦めました。はい、岡山大学の編入を、いとも簡単にあっさりと諦めました。はい、なんで、全然おっってないなって思った方いらっしゃると思うんですけど、そうです、すぐ諦めた。で前段階のところでは話はまあ動画は出てたと思うんですよ、自分が添削してるところでね、まあ出たと思います。まあもともとは英語のスピーキングね、はい、トフルのそれ送ってきてって言って、まあ、参考書を持ってるんでそれで送ってって言った時に送られてきた音声がもう明らかに準備してると、全部こんな完璧なね満点の回答なんてできるわけないわけですよ、そんなのね。だって全然喋れないって言ってたのに、英語はちゃんとねスピーキングとか勉強したことないので全く喋れませんって言ってたのに、もう完璧な満点の回答を持ってきたので、いやこれはありえないですね、絶対ありえないので、なんでちゃんと解いたもの、その初見で聞いてやったものを言ってくれって言って、でそもそもこれどうやってやったんだって言ったら、全部書き出して添削してもらって、でそれで吹き込んだって言ってるわけですね。じゃあそんなの見たって何の添削にもならないから、それそもそももう添削してもらってるからね、その時点でね、ドイツ人の人に。だからそんなんじゃなくて、ちゃんと自分でやるんだって言ったら、すげえなんか無理なんですみたいな風にね返ってきたわけですよ、できませんみたいなのが来て、なんで逆ギレやねんって思いながらもね、じゃあいいです、はい、わかりました、じゃあそれ書いてきてって言ったわけですね。そんなじゃあできないんだったらいいから書いて送ってきてって言って作文が送られてきたんだけど、だから俺も準備してるわけですね、完全に。そうだから、そのスピーキングができないんだったらいいよ、そのスピーキングをじゃあライティングでやればいいからって言って、でもそのライティングも結局添削されたライティングを送ってきたわけですよ、ね、意味わかんないですもん、だから直しようがないじゃん、もうすでに添削されてんだから。だそれじゃ本当の実力もわかんないし、こっちはできないっていう風に、まあね、冷たく返したわけです。当たり前ですけど、そんなんやるかって言って。そしたらまあ彼は愚痴を松原さんに言ったりとかね、もうやめたいですとか言って、僕はただどれぐらいの点が取れるか知りたいだけなのにみたいな、いやいや点数なんかわかるわけないじゃん、そんな嘘ついてんだからって言って、言うんで、でまた送ってきて、また準備されたものになってて、で最終的にやっと送ってきたんだよね。でそのライティングをまあ動画にはしてあると思うんですけど、それで言って、でバーッと直してって返したら、何点か教えてくださいって、ね、僕はだからただ点数が知りたいんでみたいな感じでね言ってきて、いやいやそんなレベルじゃないし、もう全然ダメだよっていう風に言って、これでTOEFL 60は取れますかみたいなこと言ってきて、いや無理って言ったら、じゃあ諦めます、おしまい
以上です。ということで、あっという間に諦めますと言ってあっという間に諦めました。何だったんでしょう、あのスピーチは。まあやっぱり結局何でも良かったんだと思います。はい、医学部はどこにでも入れれば良かったのかなと思っちゃいましたね。それってどうなのっていうね、まあ自分を偽ってたわけですからね、うん、ということで別にお金の出資もありませんので、まさかこんなにね早く諦めると思わなかったもんね。だって初めてちゃんと自分で書いたわけですよ。そしたらもう諦めます。だから謎にすでに添削された回答の添削をさせられ、本当に自分で書いてきた。まあなんかそれもすごい時間かかって書いたっつってたよね。ということになりました。はい、視聴者の皆様にはちょっと期待していた方はすみません。いや、できないのはいいんですよ。まあみんなそれは最初はできないわけじゃないですか。それね、まあまあドイツ語喋れるけど英語やったことない、英語喋ったことない、英語書いたことない、いいですよ。そっから努力してやってくっていうのが大事なわけで、まあそれこそそのためにあの投資だったか融資だったか忘れちゃいましたけど、それを投資だよね、確かね、それを受けに行ったわけじゃないですか。だからね、自分自身もその頑張っていく姿をね見せることができて、まあ、見ている人たちにも、まあ、勇気を与えたりとかモチベーションになるようなことがねできたらいいなって思ってたんですよ。やっぱ30歳超えても入れるんだ、医学部に編入できるんだっていうのを見せられる。でそのためには英語がネックだからっていうので英語を上げられるね、トフルってこうやってやっていけばいいんだよみたいなね、そういったことができるなぁと思ってたんですよ。まあ自分もトフルねいっぱい教えてきてはいたんで、過去にそういったのが出せるんだなぁと思ってたんですけど、まあちょっと視聴者の皆さんには残念ですが、そういった姿を見せることはできなかったです。まあ実際だからどうやってトフルをねこう指導していくかとかも見せたかったんですけどね。まあこういう、形になりました。いや本当ね諦めてほしくなかったんだよね。やってほしかったんだけどね、まさか1回で諦めるとはさ想像もしてなかったしさ。いやこれだとまだ全然ダメって言ったら、あじゃあそうですか、じゃあここから頑張って勉強しますじゃなくて、勉強することを諦めたからさ、何のために僕らあの時間取ってあそこにいたんだろうっていう風にね思ったわけですよ。その後受験するために、まあ、志望校を変えたのかとかも知りません。もう一切連絡は取っておりませんので、もう見放しました完全に。もうダメだと、こんなにやる気もないんだったら、まあ支援していく意味がないし、そうサポートする意味もない、サポートに感謝するんじゃなくて文句を言うっていう形だったしね、もうやる意味が全くなかったのでこういう形になりました。本当に頑張ってくれればそれでね、やったからさ、自分自身そのトフル今ね MIT に行ってる子の面倒を見てて、本当にすごい、もう60点ってね大変ですから、その60点行くまでもめちゃくちゃ大変だったんですけど、もう毎日宿題出して毎日めちゃめちゃやって、でこう今日これだけやりましたっていうのを全部送らせてね管理してたんですけど、そういうね頑張った人を見てたんでね、ちょっとショックはねかなり大きかった、はぁみたいな感じで、まあ仕方ないです。まあその MIT にね今行ってる方は本当に毎日やってくれてすごい伸ばすことができたんで、まあそういう努力をねして欲しかったとは思います。残念です。まあ大人ですからね、子供じゃないので、まあきちんとやって欲しかったなっていうのが、まあ僕の正直なところです。でもまあ残念です。まあ皆さんはどう思うのかわかりませんが、そういった形になりました。